クルーズ TV コスプレパーティーアフタートーク始まりまーす。イエーイ。はい、あのトニピーさん最近ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先ほどもお会いした方もいらっしゃると思いますし、初めましての方もいると思いますので、またね、どういうコスプレをしてて、どういう活動をしているのかをみんな一人ずつ、発表学校みたいやな。ごめんごめん、だって学校だから。学校だからね。はい。で、いきたいと思います。はい、それでは私から言っていいですか？どうぞ。はい、失礼します。前例当初からやってきました、やすみれいこです。普段はですね、今日はごめんなさい、JK でお邪魔してるんですけれども、普段は酒好きの、ちーかまじゃない。ちーかまおしー。ちーかまみたいなポジションでやらせていただいてます。声優、ダレーション、役者、なんだこれ、やすみれいこです。どうぞよろしくお願いします。お腹痛い。全部通してくれたね。どうぞ。次はしんどい。はい、盛り上がってまいりましょう。はい。はい、大阪から来ました君島美鈴です。普段はイベント関係の仕事やモデル関係の仕事多いんですけど、最近演技の方も勉強してます。よろしくお願いします。ちゃんは今日は何のコスプレですか？今日アーミーです。自衛隊。はい。ちょっと強そうにしました。強そう。頭そう。もう入ってるエアホース。あ、こっちエアホース。ってことは空？航空自衛隊？あ、航空自衛隊です。空。空。お空で頑張ってます。お空で頑張ってます。ちいかまだけちょっとさ、ちいかま、酒好きなんだな、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。なんか、漫画描いてくれね。はい、次、食べましょう。はい。お願いします。はい、男女先です。普段は、撮影会のモデルと、あとは最近は、アップライブというライブ配信で配信してまーす。今日は、みこさんです。はい。みんなの癒しになります。かわいい。かわいい。女子。はいはい、どこ女子。どこ行った女子。はい。行きましょう。はい。はい、じゃあ女子じゃなくなるんですけれども。いや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 。はい。トド、さっきトドちゃんと皆さんぜひ呼んでください。今日はテニスの王子様の立海大附属中3年、丸井文太くんのコスプレをしております。はい。今日はね、ガールズトークというわけで、というわけで、はい、ちょっとガールズを下ろして、そう。呼び覚まして、呼び覚まして、体に馴染ませて、発言していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。マイレイトショーの中和剤兼ママでございます。糸井修一です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。なんか私、男装すると性格男の子っぽくなってしまうというか、なんかこう、イケメン気質が出てしまうんですが、今日は、ツイステッドワンダーランドという作品のシルバー君というね、男の子をさせていただいております。気になる人はね、調べてみてください。ということで、ガールズ要素が一番薄いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。ね、ありがとう。ね、もうね、始まるまでがもうみんなね、普通にトークしてて、休めよって話なんだけど、水分補給しろよって話なんだけど。お前、全然休んでない。全然休んでない。楽しすぎてね。口がカッペカッペしろね。ね、もう飲み物がね、始まったって思ってない。本当に。はい。でも、観覧にね、来ていただいてる方は、その間のトーク、聞けてたわけだ。あ、そうですね。十分ね、多分ね。これ流せばいいんじゃないのって多分思ってた。いただけてたならよかった。いいね。でもね、楽しんでいただけてるならね、それもね。そう、そういう、なんか、間のね、話とかはね、観覧に来ていただくと聞けますので、ぜひね、皆さん一度足をお運びいただけると幸いでございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。さすがママ。さすがママ。はい。そう。ですですね、先ほどは結構ゲームでうちらでね、盛り上がってしまったので、今回はもうトークということで皆さんと一緒に、こちらでガールズトークをしながら、やっていきたいと思うんですけど、大丈夫かな？女の子、女の子、入ってきて、女の子、頑張ってほしい。絶対あげる皆さんで笑いすぎる。大丈夫じゃないの？まあね、とりあえず話のね、お供にね、先ほどちょっとゲームでいただきましたポテチをね、みんなでちょっとつまみながらね、話できればなと思いますので、
ぜひね、よろしくお願いします、ね。水分持ってくれますね。今取ってくるかい？今取ってきて、その間、あの、喋り上げとくから、はい、うん。開けなきゃいけないしね。そうそうそう、そう、うん、時間あるから、取ってくる人、うん、そう、取っておいで。20分ぐらい多分配信するから。そうそうそう、そう、うん。持ってきな。時間あるから。できな。40秒待って、40秒。うん。40秒でしたしな。あ、持ってこない。唾液でいけんかな。いや、いけん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 。唾液分泌されなくなるぞ。まあさ、あの、冬じゃないですか、一応、ね。そうだね、そうだね。暖かくはなってきてますけど、うん、はい、乾燥する時期ですから。間違いない。ね、私、花粉症で本当にもう、ピカピなんですけど。あ、花粉症なんや。そう、花粉症なの。今日とか本当に起きた段階でくしゃみ止まんなくて。あ、今日しんどいな。もう、絶望を抱えるぐらいだったんで、みんなちゃんと水分を取るのよ。ママママなんか、シルバーが、シルバーがさ、取るのよ。とか言うとちょっと面白い。シルバー水分取るんだぞ。あ、なんかちょっとお姉っぽいですよね。そうだよ。ちょっとでしたね。素がね、素がねちょっと出ちゃうんだけど。はい。さあ食べながらまったり行きましょうということでね、ガールズトークまったり行きたいと思うんですけれども。はい。特にね。ねえ、めっちゃガールズトーク。ね、パッとありがとうございます。下巻いてるじゃないですか。ガールズトーク、ガールズトーク。食べながら、皆さんも何かね、おつまみしながら。はい、つまみながら。ね、ママの気遣いさすがです。なんかあとはね、質問とかあったらコメントでいただければ、そうそう、ね、もう、うん、ね、ね、悩んばる。NG じゃないですか。まあ、答えられる範囲内でね。みんな答えてくれると思うので、うん、機会に聞きたいこととかね、はい、ぜひね、はい、よろしくお願いします。まあ、書くのちゃんと。そうだね。ね、聞いて聞いて。なんかね、アフタートークでも結構ゲームすることが多かったりするんで、うん、はい、あの、こうやってチャットで喋れるのはそんなんないんで、この機会にぜひお願いします。うん、ね、はい、それを待ってる間にね、ちょっとガールズトークしちゃう？ガールズトークしちゃうか？せっかくガールだから。なんだよね、あの、りゅうちゃんは、うん、何ガールとかそういう何、あの、女の子らしいことに恨みを持ってんの？ちょ、ちょ、恥ずかしいねんな。恥ずかしさか。恥ずかしいのか。なんかね、照れてるの、だって女の子扱いされたことないもん。え、女の子扱いしてるじゃん。いや、してくれてる。いや、してくれてるのよ。うん、してくれてるじゃん。KP。KP。乾杯。あ、乾杯。乾杯。何を拾ってくれさ。なんか今、サッカー出てきたと思った。いけいけいけ。しっかり。いや、ほら、女子高生だからさ。みんな飲み物乾杯する。乾杯。乾杯する。じゃあ、ピッ、ケッ。みんな、各々違う。KP します。KP します。じゃあ、あの、画面越しの皆さんも手に何か持って、いいかい？じゃあ、乾杯！イエーイ！一人コーラ！何話す？何話す？何話す？ガールズトーク何話す？ガールズトークって何話すの？え、する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 ホワイトクイーンが来るよね。なんで？なんで？ホワイトクイーンが来るよねかな？ね、先月はね、ちょうどバレンタインの話を多分。したんですよね、うん、私たちの番組なんてね、笑っちゃう入っちゃうからコーラはダメだよ、吹き出したら、ね、全然出ちゃったね。しかもあのこの辺にある機材結構高いので弁償受けてくださいね。うん、え、ホワイトデーの話かな、ホワイトデーの話っていうのがさっきチラッと来たからさ、ね、そうだね、うん、ホワイトデー、ね、なんか、うん、もらって嬉しかったお返しとかってあります、うん、皆さん、そう、なんか今だったらこういうもの欲しいなとかあったりする？今だったら欲しいもの、うん、あ、はい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 、私、夜行バスで結構移動すること多くて、なんで足も結構むくむんですよ、うんうんうん。この靴とか入らんくなるぐらい。そうなんだ。うんうんうん、なんで、あの、それを、チラッと言ったら、あの、メディキュットを担当してもらって、そう、だから、そういうのもらうと嬉しい。あー、なんか、ケア商品みたいなものとかもね、うん、やっぱりね。もう、歳に抗えないんで。いや、歳とかの問題じゃない。誰でもむくむのよ、それは。もう、完璧。本当に夜行バスとかって寝そべれないから、うん、足にすっごいむくみが溜まって、うん、そうそうそう、ね。首も痛めるし、肩も苦しい。ね、なんかそういう過ごせるセットとかは確かにね。うん、使えるかもしれない。大事やと思いました。本当にね、ケツは痛いしな。ケツは痛いし。ケツは痛いしな、本当に。早速なんか女の子のかけらもなくなってますね。逆にそれがガールズとか。あ、そう、女の子しかいないから、ね。ちょっと生々しさはあるよね。リアルじゃない？リアルでいいと思う。うん、ね、そうそうそう。さっきも口の水分乾燥っていう話でしたけど、この時期すごい乾燥するから、うん、保湿系のやつもすごいよね。潤していきたいいろんなものを。確かに。でもそれは確かに思う。
それはそうね、カピカピになる、うん、本当にすぐ乾燥する、うん、ね、そうそう、ね、めちゃくちゃ考えてんだけどさ、うん、おかしい、おかしいって思ってもらった、うん、おかしい、ね、あ、でも学生の時にホワイトデーで第二のバレンタインだって勝手に思ってた、あー、まあでもあるある、バレンタイン友チョコって言って女子にみんなにあげてたから、うん、その分返さなきゃと思って第二のバレンタインでみんなにまた同じくらい、ね、そうあげてた、うん、高校生の時そんな感じだったかも、うん、なんかみんなね、こう作ってあげて作ってあげてみたいな感じだったよね、うんうん、そうそう、量産でくるクッキーいっぱいあげてみたいな、あ、そうそうそう、あ、ね、あるあるや、板チョコを溶かして固めたやつ、あー、なんかやつとかね、カラースプレーみたいな、カラースプレーアルミホイルに入れてね、あー、わかるわかる、綺麗なね、100均で買ったこのビールに1個入れて、みんな考えること一緒なんですね、早いからね、あれがね、そう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 、学生の時やりがちよ、ありがちよ、うん、何何献血で口の水分がなくなるから献血でただ飲みしに行くしか、ただ飲みに行くんだ、そのために行ってるんで、事前活動じゃなく、あのね、昔はそういう気持ちもあって昔なんだ、そうそう、うん、前の放送でね、うん、さっきあのトドちゃんの趣味が献血だって話があったんだけど、うん、今の献血ルームって本当にいろいろあるんだよね、お菓子もあるし、のフリードリンクだし、漫画もあったりするし、うんうん、なんか、うん、時と場合によってはアニメとかそういう作品と何かコラボして献血セットもらえるみたいなとかあったりするし、お酒は酒で結構酒がいいね、治安悪いでしょ、お酒は、すぐお酒に結ぶんだから、大人はでも、なんだろう、ひょいひょいいけるものではないから、そうね、そう3ヶ月ぐらい開けなきゃいけないんだけどね、3ヶ月開けるものと、あと2週間くらい開けて抜けるものとか、うん、種類があったりとか、そうなるんですか、あとイベントとかもやってる献血ルームとかあって、うん、あのただで占いをやってくれたりとか、はいはい、やってもらいたい、やってもらいたい、占いはやってもらいたい、手相占いとかタロット占いとか、化粧占い、手相、手相、手相ね、やってくれたりとか、だから占いこの中で一番好きなあのなんだコスメ何ですかって、これっつったね。すごいよね、性格診断みたいなね、占いをしに行ったりとか、そうそうそう、1回だけ行ったんだよね、うん、献血1回だけ行って、私注射嫌いなんですけど、まあ、とりあえず私も慈善活動と思って行って、で、体重聞かれて、あ、じゃあこれぐらいなら取れますねみたいに言われて、3回ぐらい刺されたんだけど、あの、すいません、あの、血管が全然なくてとか言われて、変わるんだよ、そう、見つからないけど、そうそう、3回ぐらい刺されて帰りますって書いてへぇ、抜けなかった、そう、抜けなかった、一滴すら、一滴も出なかった、血通ってないのかもしれない、いや、人間酒なの、酒とかもね、あ、ちょっと店長飲みますか、やすみさん、関西地方、関西方面来る予定ありますか？いえ、関西方面。関西方面。でも一応なんかその、今イベント制作会社でもいる、あの、一緒に働いてる人がいるんですけれども、うん、そちらで、あの、ツアー回ったりするときに、うん、あの、大阪とか行きますかね。でも拘束時間が結構短いんで、うん、あの、空いてる時間も、おのおの好きなことしていいよ。ああ、いいじゃん。そう、電話して友達に会いに行ったりとかしてるんです。あと、さっきだと奈良はもしかしたら行くことが決まりそうで。あ、そうなんや。はい、そうなんや。奈良。そう、奈良。お寺巡りしないと。うん、ああ、ゴリラ、ね、大仏、大仏。ご利益がゴリラに聞こえてる。もうね、多分眠いのかな、眠いかな。ちょっと疲れたんちゃう、疲れてるかもしれない。なら、ゴリラいたっけ。でも今日珍しくさ、全部進行してくれたから、うん、多分頭フル活動したんだと思う。うん、そうそうそう。ありがとう。頭使ったけど、ね、ありがとうございます。向こう1ヶ月間はもう何もしないかもしれない。やめてもらっていいか。まだあるからね、マイレートショー今月ね。今月ありますから、パジャマはね。はい、ありますから、よろしくお願いします。山口にふぐ刺し食べにおいで。あ、食べてみたいな。ふぐ刺し。ふぐ刺し食べたい。ね、さっきふぐの話ちょっとしたもんね。あ、そうそう。ふぐ刺し。ふぐ刺しいいやん。生で食べれる。ねえ。ねえ。コージさん、ほんとよかったね。行くときは絶対にツイッター載せるから。絶対ツイッター載せるから。要チェック。あのね。ただ、こいつ全然仕事しねえでめちゃくちゃ旅行してるじゃんとは思わないでいただきたい。仕事しに行くからね。
いやでもね、楽しんでるね。れいちゃんも見たいからいっぱい写真撮って。そうそうそう。え、撮りたい。どん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 。ねえ。なんかせっかくだったらさ、それこそ行ってきたみたいな感じでさ、うん、こう、ムービーみたいなの作ってあげてもらってね、旅行記みたいなのしてもらえば、うん、みんな聖地巡礼行くかもしれんよ。ああ、聖地巡礼。そうそうそう。あら、ちょっと待って。なんでー。ああ、心配。いや、ほんとに。ゆっくり休んでね。じゃあおやすみなさい。お大事に。おやすみレコ。おやすみレコ。レコレコちょっと元気になったかもしれない。まあしょうもないこと言ってて。いやいやいや。そういうね、優しさね。ただね、もう一つね、思うのが、そのツアーがさ、あの会社で行くんよ、うん。会社で行くんですけど、うん、女の子全然いないの。メンズ、そう、メンズしかなくて、メンズはみんなでさ、飲みに行こうぜとか飲みに行くの、うん。キャバクラ、あ、ごめんね。キャバクラ。行くのよ。一人なんよ。キャバクラは行かんの？え？キャバクラは行かんの？いやだって私さ、キャバクラ遊びに行くとするじゃん、一緒にね。うんうん、多分途中で私もこっち側で接待してると思うよ、男の子たち。なるほど。接待する側で。そうそう、する側で。そう、そういうところでさ、生きてきたからさ、あの、池袋で生まれ育ったんですけど、うん、あれなんか今日家に玲子いないなってなったら、もうそこら辺のね、キャバクラでね、おじさんの上で、あーいっつって、チョコレートとか食べてたからね。ほんとに。いや、ね、やっちゃっ私付き合い長いけど、その話初めて聞いたよ。え、マジで？マジで？そうだよ。本当だよ。本当だよ。あ、そうそうそう。イケメン。本当だよ。そうそう。初めて聞いて、今すごいびっくりした顔しちゃった。うん、衝撃やった。お母さんとかが寿司屋なんですけど、うん、出前がやっぱりあるんですよ。はいはいはい、で、出前持ってくときに、ちょっとドアを開ける係で、ごめん、レイコついてきてもらっていい？って言われて、うん、あ、いいよ、ってついてくるじゃん。うん、で、お母さん帰るじゃん。あれ、レイコいなくねってなって、戻ったら私が1万円とかこうやってもらってんの、うん。ありがとうっつって。小学5年生ぐらいで。あ、割と大きいな、小学、ね。でも、回収されました。はい、回収されましたね。でも、やっぱり昔から可愛がってもらえるタイプだったんだね。おじさまにね。おじさまに。上手にやってはったやん。そういうことやんな。そう。人たらしなんかな、人たらし。人たらし。みんな飲もうぜ。愛される。愛される。そう、愛されるタイプ。ありがとうございます。可愛がってもらえるタイプだなって思う。可愛がってもらってテンション上がって、その人のこと好きになるタイプです。あー、ね、皆さん甘えてください。甘えてくださいね。甘えてください。首、首なんで。そうそう、首いいから。あの気になる方は、さっきの、ねね、配信を見ていただいてください。クリーンカットなんぞやって ならなくて済むと思うんで見てください。食べてください。で、15日にね、今日の休みでみんな、あの、いちゃかしに来て。お酒一緒に飲もう。俺のこと区民館に呼んで。区民館はごめんだわ、マジで。区民館、じゃあ区民館で告白されたら OK 出す。そもそも。人による。人による。え、人によれば区民館でも OK なの？人による。人による。好きな人だったらいいじゃん。うん、クミンカンでも、クミンカンでも好きじゃなかったら。プラスになってるんですか、マイナスになってる。プラマイゼロやん。なんもないやん。場所どうでもいいんですよ、ね。そうね。確かに。関係ない。その人次第じゃない、うん、やっぱり、ね、結局。ね。いや、まあ、ちょっと待って、合法的元祖パパ活とか言うのやめてください。やめてください。もう小学生の頃からやってたから、ね。合法ですからね。ただね、ただね、私1円ももらってないよ。親に全部持ってかれたんよ。その分次回安くするからっていう理由でね。なるほど、ね。持ってかれたんよ。もらいてえ、マジで。もらいてえ、マジで。せっかくだからさ、なんかちゃんとガールズトークみたいな話題をしたいんだけど。あ、そうだね。理想の告白。で、どこでされたい？どこでか。そう、今ほら、クリンカーから、じゃあ、理想の場所、理想のシチュエーションがあるのかなって思って、ね、一応ね、サムネにデカデカとガールズトークって書いたから、ちゃんとガールズトークしようかなと思って、1個ぐらいはね、1個ぐらいはね、ちゃんとやりましょう。はいはいはい。ある。あるよね、そりゃね。あるんですか？それはせっかくならね。場所、まあセリフでもいいし場所でもいいし。場所？でもさ、やっぱりオーソドックスなのが一番だよね。やっぱりさ、夜景が綺麗なとこだったりとか。はい。ちょっとね、この時期もう終わりましたけれども、イルミネーションがね、綺麗なところだったりとか。
ね、ぶっちゃけマジで本当に好きな人に告白されるなら区民館でもいい。ぶっちゃけ間違いない。結果結果ね、結果正解。場所なんか関係ないのよ。そう、場所関係ないのよ。満場一致じゃないですか。そう、よっぽど、よっぽどの場所じゃなければ大丈夫。よっぽど、なんでお前このタイミングでやったんみたいな。そう、なんかさ、そのさ、あの、自殺で有名な崖とかって。あー、怖い。うわ、嫌だけど。ね、いわくつきの場所はちょっと嫌だね。区民館で壁ドンされて、金的あー。あ、それ男の人が痛いやつじゃないかな。あー、なるほどね。なるほどね。壁ドンって実際されたことございます？ない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 。ある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 。あるあるある。ある人。はい。え、待って待って。ない。なんで、なんでどこであるんですか？え、壁ドンってあれで？うるせえゴンじゃなくて。ドンって。そう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 。そうそうそう。おい、やめろ、いい顔で。こういうことだよね。なんで男が男に当たるの？こっち来いよ。なんで男性の手に秘めてるんですか？本当によ。ちょっとね、ここにいたからね。そう、横にいたから。え、壁ドンときめった。まあ、やっぱりこれも人によるよね。やっぱ多かった。何してきたの、お前。ちょっと、あの、大きい物音が苦手で。あ、なるほどね。ドンってされると、ふわってなる。はい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 。でも、あの、したこともある。え、なんで？え、あの、すごい語弊を生むようであれなんですが、私高校生の時演劇部に入ってまして、あ、で、あの、男役ばっかりやってたんですよ。身長が高かったのもあって、はい、で、入ってたところが女の子ばっかりの学校だったから、そうそう、なんかその、いろんね、いろいろ役をやるっていう上で、そうなると男役が必要だって。まあそうね。ってなると、大体私だったんですよね。だから、なんかそれのノリで、まあ、壁ドンあるよね。めちゃめちゃ可愛い女の子とか、なんか、キャッキャキャッキャしてるときに、ちょっと黙ってほしいなってときに、やり方がかっこいいの。スマートですね。スマートなみたいなとか、やったことはある。へぇー。あ、すごい。こなれてますね。ねぇ、それがこじれて今はやレイヤーですから。でもレイヤーの合わせとかのときに、その男の子のキャラ同士のカップリングでそういうの見たいなって言われたときに、キキッとしてやる。そう、楽しいね。ナイス、疑似ビールとかじゃん。そうそう。おぉ。疑似、ここ、ここ。今ね、今ね。今のね。そう。キキッとしてやる。ね、楽しいよ。女の子が、そうそう、とか、なんかその、女の子が照れてる姿を見るのが、あ、いやでも、いいなって思っちゃう。あれは照れるって。あれは照れる。あれは照れる。私、その時高校生。あ、高校生で。今見たね。そうそうそう。高校生でしてね、あの、好きな人にやってもらったんですよ。おー、いい。だから喧嘩してたの。純粋に。その時ね。で、喧嘩してて、いや、もう大丈夫です。もう帰りますって言ったら、もう壁ドンして、ちょっと待ってよって言われて。あー、待ったね。なりました。はい。少女漫画でよく見るやつ。そうそうそう。すごい、いい、羨ましい。そういうのだったら確かにときめきだよね。ときめき。美味しいね。そう。なして私は怒ってたと思って。全部許した。一緒に帰ろうって。尻尾フリフリして一緒に帰ろう。分かった、大丈夫、一緒に帰ろう。待つ、待つ。ちゃんと女子。女子だったね。ちょっと女子やった今。よかったよかった。ちゃんと女の子。よかったよかった。さっきからね、もうね。そうそうそう。さっきからね、ちーママって言ってた。ちーママ。ちーママ。ちーママ。よかったよかった。質問来てないけどね。もう一切来てない。喋ってるけど。ね、ほんとに。他になんかある理想的な。告白でもいい、場所でもいいし、シチュエーションでもいいし。セリフとか。そうそう。なんかこういうこと言われたいとか。え、でも私ゲラなんで、なんか多分、その、ゲラなんで、あの、真剣にあまりされすぎると、その、笑っちゃうと思うんですよ。あ、なるほど。あ、そっち。そう、なんか、ふってなるから、あの、さりげない感じで、なんか自然な、いいかな。飾らない感じで。ちょ、待てよとかって言われたら、なんか笑っちゃう。木村君。でも似合う、確かに。見たいね。かわいい。爆破
ブはダメだよ。でもときめくから背後取られるのか。背後取られるのか。一瞬びっくりしてる。発想やもん。ね、雰囲気。だって後ろからだから。後ろからね、ね、なんか知らない人だったらどうしよう。私は、そういう、ちゃんと知ってる人全然いいから。うん、でも来るって分かってないのが怖いですよね。いや怖い、うんうん、私だって2回ぐらいジャンプしたもん、ビヨヨンって。バカなの、後ろからバカなの、ビヨヨンって。おかしいのよ、色気がいいって。じゃあやるときは言うね。やるときは言って、行くよ。いやー行くよって言って、行くよって言って、行くよって言って。え、でもじゃあ後ろからゲッてされて好きだよみたいなこと言われたいってことだよね。あー、でもそれいいですね。ときめかない人おる？いや、たまらんね。私一番ときめきそう。帰る帰ろう帰ろうってみたいな、こうこうなっちゃったけど。うん、もうね、もう帰るのやって言われたらもう、話しませんってなる。この腕話しませんってホールドするよ。帰れないんだけどって言われそうで、帰れないんだけど、ちょ、みたいな。帰すくないからね。邪魔なんだよ、みたいなね。桐島さん。あ、ご実家大変でしたねって、あれのことかな、うん、あれだね。あれだね。何をなされたん？ん？何された？割れちゃった話。割れちゃった、割れちゃった。あの、家のね、お店のガラスがね、割られてて。あれ、ありがとうございます。大丈夫です。あ、ほだちさん、あ、大丈夫です。言い方。なんかそれもね、ちゃんと助けてくれる人がいるといいね。うんうん、通行人で助けてくれました、みんな。あ、いいじゃん。すごいいい人。通行人助けていただきました。ありがとうございます。そこで運命の出会いがあるといいかと。本当に、会社員の皆さん、間に合いましたでしょうか。ありがとうございました。間に合いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。休み気を救っていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなで。みんなでね。ありがとうございます。レゴちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。誰に通行人の方、そうだね。とかね、うわーって言うのね、皆さん。うわーって言うじゃん。リスナーのおかげで生きてるので、私たちね。本当にそれは間違いない。見てくださってる皆さんがいてこそなので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。してね、結構いい時間なのよ。そうなのよ。結構だいぶ喋ってんの。びっくりしちゃった。楽しすぎてね。ラブストークはなんだかんだ盛り上がるよね。盛り上がりますね。盛り上がると止まらないから、楽しましく喋ってね。本当にゲームじゃなくて、マジでガールズトークだけでね、やりたいね。ほんまやりたい。今度のパジャマパーティーはそんな感じで、そんな感じで、いいなぁ。ぜひ来ていただいてね。皆さんぜひよろしくお願いしますということで、じゃあそろそろ締めに入れますかね、本日はね、ここの先ほども見てくださった方、はい、アフタートークまで最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。告知タイムいります？前の動画を見ていただけると幸いかなって感じですか。そうですね。はい。もうそちらで、お願いします。はい、ということででして、はい、本日のクルーズ TV を、頑張れ！クルーズ TV。大丈夫です。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、かわいい。みんな一瞬記憶なくなったら大丈夫。はい、じゃあ、大丈夫。クルーズ TV バイレットショーのコラボアフタートークチャンネル見ていただいてありがとうございます。はい、はい、こちらですね、マイレットショーの、チャンネル登録、クルーズ TV のチャンネル登録、まだの方はぜひこちらの2つのチャンネル登録していただけますと幸いでございます。はい、はい、他にもね、いろんな企画クルーズ TV で配信してますので、ぜひ皆さんご覧ください。それでは本日は長い間、誠にありがとうございました。また、どこから番組でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。和田さんもありがとう。小石さんもバイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。